指揮者の大友直人です。今日は群馬交響楽団の11月の定期演奏会のご案内をさせていただきます。11月の群馬交響楽団の定期演奏会は11月23日日曜日の午後6時45分から群馬音楽センターで行われます。11月のプログラムは、前半にモーツァルトのピアノ協奏曲第21番をピアニストの児玉桃さんの演奏で、そして休憩を挟みまして後半ブルックナーの大作、第4番の交響曲ロマンティックというタイトルがついていますけれども、このシンフォニーをクリスチャン・アルミックさんの指揮で、お聴きいただきます。オーソドックスなプログラムですけれども、この11月の指揮をお願いしていますクリスチャン・アルミックさんは、長年新日本フィルの音楽監督として日本でもおなじみの指揮者です。2003年から13年まで10年間新日フィルの音楽監督として非常に鮮やかな歴史を刻まれました。新日フィルこの時代にやはりアルミック色といいますか、とても華やかで、そしてアルミックさんはウィーン生まれ、ウィーン育ちの指揮者でいらっしゃいますけれども、ヨーロッパの伝統に根ざした非常にオーソドックスな、そして新鮮な音楽作りでも定評があった指揮者の方です。前半のモーツァルト、やはりモーツァルトの作品がたくさんありますけれども、ピアノ協奏曲というのはモーツァルトの作品群の中でも非常に魅力的なカテゴリーだと思います。21番は破綻調ツェーモールのピアノ協奏曲ですけれども、国際的に活躍する、そして もはや大ベテランと言ってもいい、女性の年のことを言うのは多少気が引けますけれども、でも児玉桃さん もう大変なもうキャリアのピアニストの方だと思います。じっくりとハルミックさんと児玉さんのモーツァルトというのも大変聞き物だと思います。後半のブルックナーは、音楽センターの響きがそれほど残響が長くないということもあって、群響はそれほどたくさんブルックナー取り上げていないようですけれども、アルミックさんの指揮で、このブルックナーの名作をどのように群響が響かせるか、大変皆さんも興味深いところではないかと思います。ブルックナーの長いシンフォニーが多い中では、4番のシンフォニーは比較的コンパクトで、聴きやすいシンフォニーだと思います。ぜひブルックナーお聴きになったことがないと、おっしゃる方にもブルックナー入門としては絶好のチャンスだと思いますので、ぜひお越しいただきたいと思います。11月23日日曜日の午後6時45分から、群馬音楽センターで群馬交響楽団11月定期演奏会お待ちしております。